ウクライナンのメディアや、アメリカのウォールストリートジャーナルやデイリーメールなどが、ウクライナ軍当局者が現在ロシア軍の占領下にある南部ヘルソン州のアゾフ海沿岸にある、港湾都市ヘニチェスク近郊の村にロシア軍が設けていた大規模な武器庫を破壊したことを発表したとして6月18日に報じたよ。ヘニチェスクはヘルソン州のアゾフ海と府海の間にあるヘニチェスク海峡に面している港湾都市で、昨年11月にロシアがヘルソン州をロシア領として併合した際に、ロシア軍がドニプロ川東岸に撤退して州都ヘルソン市を放棄したことによって、ロシア側はヘニチェスク地区の中心都市であるこのヘニチェスク市を臨時州都としているな。そうだね。さて今回はそんなヘルソン州のロシア軍武器庫をウクライナ軍が破壊したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。今回攻撃を受けたこの大規模武器庫は、ヘニチェスクから20キロほど離れた村にあり、大規模とされている以外にどのような兵器や弾薬がどれほどの量が格納されていたかについての詳細は不明だけど、SNS などでは爆破に関連した映像が他にも挙げられていて、現地ではこの日早朝に村全体を揺るがすような爆発音とともに、巨大な閃光と大きなキノコ雲が立ち上る様子も撮影されているほか、中には映像には火を吹きながらミサイルと思われるものが上空を飛来する様子も映し出されているものもあるというよ。ウクライナ空軍のミコラ・オレシチュク司令官はクリミア半島の北側に隣接するヘニチェスク市近郊の村の、ロシア軍武器庫を空襲によって破壊したと明らかにしたほか、ウクライナ軍オデッサ行政区のセルヒー・ブラチク報道官もウクライナ空軍による航空機からの空中攻撃であることを認めた上で、今回攻撃した武器庫はロシア軍にとって、非常に重要な施設だったとの見方を示したんだ。ロシア側が任命したヘルソン州の新ロシア政権行政当局は、今回の武器庫攻撃がウクライナ軍によるものであることを確認したと SNS 上で発表していて、この武器庫に対してウクライナがイギリスから提供された長射程の空中発射型巡航ミサイルストームシャドウによる攻撃であるとして、このストームシャドウが3発飛来したとみられ、そのうちの2発が武器庫に命中し、1発はロシア軍の防空システムによって撃墜されたとしているみたい。新ロシア派行政当局では、この武器庫への攻撃のほか、さらにヘルソン州西部地域に対してもロケット砲によると思われる攻撃が7回実施され、このうちの5発は迎撃したとしているな。ストームシャドウはフランスとイギリスによって共同開発された航空機から発射する巡航ミサイルで、2001年にフランスの EADS 傘下であるアイロスパシアルミサイルと、アレニア・マルコーニシステムズのミサイル部門が合併して誕生した MBDA 社が製造を担当しているよ。この空中発射型巡航ミサイルは、爆撃機攻撃機戦闘機などに搭載されて空中から発射され、その射程距離は 250km 以上とも言われていて、2000年以降からフランス、イギリス、イタリアで導入されており、実戦においてもストームシャドウという呼称はイギリスのもので、フランスでは SCALPEG との呼称で呼ばれているんだって。ちなみに、フランスの SCALPEG には独 N ミサイル D クロイズアイリネーバル海軍巡航ミサイルと呼ばれる、水上艦発射型と潜水艦発射型のものが開発されており、これらは魚雷発射艦からでも発射できるように胴体の形状が四角形から円筒形に変更され、ロケットブースターが追加されるなどのほか、主翼の格納方式やエンジンなどもストームシャドウとは異なっているぜ。ミサイル本体は全長 5.1 メートル直径 0.48 メートル重量 1230kg の大きさで、胴体はストームシャドウでは四角形の断面となっており、航空機から発射された後に本体に収納されていた主翼を展開し、ターボジェットエンジンによって 1000km 毎時 M0.8 の最高速度を発揮して 250km 以上の距離を巡航するんだよね。その誘導方式としては中間誘導に INS GPS TERPROM などを利用して地形に沿った飛行も可能とされ、終端誘導は赤外線画像シーカーによって行われるんだ。ウクライナ軍においてはイギリスからストームシャドウが供与されるまでは、アメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースや、M270 などの多連装ロケット砲システムマースから発射可能な、
M31 と呼ばれる射程 90km の GPS 誘導ロケット弾や、同じくアメリカをはじめとする北大西洋条約機構 NATO 各国から供与された 155mm 榴弾砲から発射可能で、射程 40km とされる GPS 誘導砲弾 M982 エクスカリバーなどによって、ロシア軍の後方にある弾薬庫や燃料庫などの兵站集積ポイントや司令部兵舎などの施設及び、供料などの補給路に対して精密攻撃を実施して、最前線のロシア軍部隊への兵站補給を遮断することで戦力を弱体化させてきたよ。そして、それら長射程 GPS 誘導弾による後方兵站施設などへの攻撃によって悩まされたロシア軍では、これまでの習慣として最前線近くに設置していた兵站集積ポイントを、M31 の射程外となる 100km 以上後方に下げるようにしたため、ウクライナ軍では以前のように最前線のロシア軍部隊を弱体化させることが難しくなったとされ、一時は毎日のようにメディアの記事に書かれていたハイマースの名が聞かれなくなっていたな。そのためウクライナのゼレンスキー大統領はアメリカのバイデン大統領に対して、M31 と同様にハイマースや M270 から発射可能な最大射程 300km の巡航ミサイル MGM140、ATACMS の供与を求め続けていたのであるが、バイデン政権はこの ATACMS がロシア国内への攻撃に使われる可能性があるとして、そのような事態になった場合に侵略戦争におけるエスカレーションによって、ロシアが核兵器による報復を実施することを懸念して、その提供には応じようとしていなかったわけだ。しかし、兵站施設などの軍事施設を後方に下げたロシア軍に対して、M31 などによる GMLRS 攻撃がこれまでのような戦果を上げられなくなったことについて、さすがにバイデン政権も良くない傾向であることに気づいたのか2023年2月3日になってようやく重い腰を上げ、ウクライナに対して M31 と同じくハイマースや M270 などマースから発射可能で射程 150km とされる GLSDB 地上発射型小直径爆弾を供与することを決定したぜ。この GLSDB とはグラウンドローンチとスモールダイアメターボムの略で、日本語では地上発射型小直径爆弾と翻訳されるために航空機から落下させる爆弾が連想されるんだけど、この兵器はロケット推進によって飛翔するロケット弾となっているよ。それにもかかわらず爆弾と呼ばれているのは、この兵器が以前にクラスター弾を搭載していた M26 ロケット弾が、クラスター弾が非人道的との理由で国際的に廃棄される中で、そのロケット推進装置が在庫になっていることに目をつけたアメリカのボーイング社が、それに弾頭として、GBU-39SDB 小直径爆弾と呼ばれる航空機から投下される GPS 誘導滑空爆弾を装着したためだね。GBU-39SDB は重量約 128kg、 全長 1.8m、 幅 190mm で、航空機から発射された後は本体に折りたたまれて収納されている翼を展開して滑空しながら目標に向かい、GPS を利用する管制広報システム INS によって精密誘導され、150km 先の目標に3メートル以内の精度で着弾するんだ。GBU-39SDB は飛翔速度の遅い滑空弾ではあるものの、その弾頭は厚さ1メートルの鉄筋コンクリートを貫通するほどの威力があるとされ、後方に下げられたロシア軍の兵站補給施設などの攻撃には有効であるとして期待されているな。しかし、まだ製造が開始されたばかりであるために在庫が少なく、ウクライナへ供与されるのは早くても2023年の秋頃とされていることに加えて、現在ウクライナに供与されているハイマースや M270 で運用するには回収が必要とされていることから、現在進行中の反転攻勢作戦には間に合わないため、イギリスがストームシャドウを急遽提供することになったとも言われているぜ。この先このストームシャドウが、より多く使われているところがウクライナ軍の主攻撃先ではないかとの見方も出ていて、ウクライナ軍の運用が注目されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。